覚えていいか。はい。あのハンドバッグの中に免許証と名刺が。株式会社ドリーミングビジネス代表取締役社長竹山優子か。今朝、会津鉄道の東武鉄道という駅の近くで、女性の試作したいを使っています。会社は竹山優子40歳、都内に本社があるイベント会社の社長らしい。竹山優子。